ポケットモンスタースカーレットバイオレット、ゼロの秘宝青の円盤編、色違い図鑑の旅やっていきまーす。はい、今回捕まえる色違いはですね、サタイプ、ゴーストタイプ、悪タイプ、毒タイプとなっております。限界の魔法イップみたいにヤバそうなポケモンはいないか。いや、いたわ。色鹿4種類だよな。これ4匹捕まえる感じ？あ、もっとすんごいのいたわ。誰も新作ヤバチャまでやるなんて言ってないわよ。ネタバレテロップ出ちゃってますよ。それではまず草タイプからやっていきましょう。草タイプで捕まえる色違いはアローラナッシー、色鹿門面。それでは早速アローラナッシーからやります。アローラナッシーの粘り方はですね、コーストスクエアとコーストエリアを往復するエリアリセットでやっていきます。エリア間を移動することで出現しているポケモンがリセットされるやつだな。アローラナッシーといえば楽園ドラゴーナですよね。またポケカの話だ。今回のポケカ開封もですね、毎回やるのおかしいけど、適切なタイミングを見極めてやっていきたい。やりたい時にやるだけだろと思ったのですが、楽園ドラゴーナ訳して略語はまだ発売してなくてですね、変な訳し方しないで。なので今回に限りポケカ開封はありません。申し訳ございませんでした。そんなしっかり謝ることじゃないから。そういう動画じゃないから。いや、公式がアローラナッシー会までに発売してくれなくて、公式が悪いみたいに言うな。全部お前のせいだろ。色違い発見しました。なんでだよ。カメラがすごいことになってる。日本の牙が特徴的ですね。そんなところで止めんな。ナッシーの顔がんこちゃんと似てるな。いや、似てないって。え、こいつの方が似てるんじゃないか。やめてください。じゃなくて早く捕まえろ。いけ、急所に当てろ。モンスターボール急所に当てる概念ないから。当たった。捕獲クリティカルのこと急所っていうな。捕まえました。技構成やドリギの種、メガドレイン、サイコショック、スイトル、赤足ナッシー。なんか言ってよ。次は色鹿か。姿違いがあるポケモンって魅力的に感じるよな。ほら、ガンコちゃんはどう思う？どんどんズズン。いや、誰がガンコちゃんだ。そういや、すでに色鹿の色違い持ってなかったっけ。おいこら、まあ前に捕まえましたけど、図鑑旅は持っていない色違いを捕まえていくコンセプトなので、色鹿は飛ばして次に行っていいですかね。いや、姿違いは捕まえる話だったろ。そうだけど、そうだけど色鹿はレポートする場所で勝手に姿が変わるし、後から姿の変更ができない魔法イップとかとは違うわけじゃんか。もう色違い見つけとるやないかい。うわ、色違いだ。わかってたから当たったんだろ。捕まえました。技構成エナジーボール、甘えるステミタックル、ソーラービーム、証はなし。ということで、色鹿については姿違い揃えなくてもいいと思ってるのですが、だから出してたじゃん。一応ブルーベリーでの場所を紹介しておくと、こんな感じで姿によって出現場所が異なります。捕まえてから姿を変更するには、手持ちに入れてパルデアでレポートを、ソフトを再起動すれば OK。 姿を変更できる場所の代表例はそれぞれこんな感じになります。なので一番粘りやすい場所で粘るのがおすすめ。私的にはブルーベリーだったらさっき粘ってたセンタースクエアとキャニオン間のエリアリセットですかね。揃える気満々じゃん。うわ、色違いだ。もうそのスタイルで行くのね。捕まえました。技構成エナジーボール、甘えるステミタックル、ソーラービーム、また証なし。冬もすぐ色鹿出ました。あ、はい、捕まえました。技構成エナジーボール、甘えるステミタックル、ソーラービーム、全部一緒じゃん。証ありませんでした。今回は先に捕まえた3匹それぞれ進化させちゃいましょうか。春、秋、冬、それぞれの姿の色鹿が芽吹鹿に進化。ぬん、次は門面の色違いを虎視眈々と探していきましょう。今のは何なの？あ、マリサモタロさんの秘密気になっちゃいます。違うわ、芽吹鹿だよ。あれはただのアイキャッチですけど。どういうアイキャッチなんだ。タロさんの秘密って何？そっちも気になってんじゃん。ポケモンのお腹に頭を乗せてお昼寝するらしいよ。なんだと？これはしっかりメモっておかないと。そういうの良くないと思います。構図が全然違いますけど。さあ、切り替えて門面やってきますか。はい。ほんと皆さんすみませんね。マリサがふざけてばっかりで。お前だろ。さてさて、色旅ブルーベリー編もそろそろ終盤なわけですが。まだにはですけど。門面の粘り方はですね、こちらの洞窟内でピクニックリセットでやっていきます。なんで画面の外側真っ黒になってんの？知らないわよ。前のポケモンみたいだ。黒いところで波乗りとかできないからね。伝わらない人を襲う。色違いを出すためにはピクニックを楽しむことも大事ですから。何言ってんの。手持ちのポケモンと楽しくピクニることによって、ピクニル、色違いポケモンもそれに釣られて、手持ちのポケモン出てきてませんでしたけど。なんで？さっきまでみんな出てきてくれたじゃん。一人でテーブル出してしまってを繰り返すだけの人だ。ソロキャンプ動画も出していくか。とりあえずキャンパーに謝れ。色違い来ました。931匹目、捕まえました。技構成日本バレガムシャラコットンガードソーラービーム、証来ました。正午の証だな。進化させます。門面がエルフーンに進化した。草タイプが終わりまして、ゴーストタイプの色違いをやってまいります。ゴーストタイプはゴビットとヤバチャだな。ゴビットからやってきます。粘り方はキャニオンエリアのここで、ピクニックリセットです。早速色違い来ました。進化系のゴルーブですけど、進化系のポケモンを捕まえても進化前は図鑑に登録されないため、ゴビット粘り直しということになる。技構成ヘビーボンバーゴーストダイブアームハンマー地震。お、また証ありますね。真の証、つけた時の名前は自信のないゴルーグ。自信ないのに自信あるじゃん。いや、その自信じゃなくて詐欺ゴルーグだ。やめて、私のポケモン悪く言わないで。ゴビット粘り再開。次はゴルーグじゃなくてゴビットで。またゴルーグ来たりして、二度あることは三度あるっていうし、まだ二度は起きてねえんだよ。一度だから、まだ一度しか起きてないから。なんでだよ。ゴルーグ2匹目、今度は証なし自信ありのゴルーグです。自信確認しなくていいから。なんか小さいゴルーグいる。小さめのゴルーグなんだけど大きさ違いすぎて別物に見えるな。もはや中間進化のポケモンでしょ。はい。名前は6ビットかな。ゴビットってゴビットって意味だったの。気を取り直して、今度こそ頼みます。ゴビットの色違い。なんでだよ。ゴルーグ3匹目、まずい。この流れをどうにかして断ち切らないと。そうは言ってもただ粘るだけだろ。どうやって流れ変えようか。ゴビットを出せばいいんだよ。あれ、何回も色違いダンバルがいたような。ピクニックで消しちゃった。何してんの。いいえ、今のはコイルだったことにしましょう。色ダンバル自体いなかったことにしようとしてる。色違いのコイルだったことにしましょう。色違いのコイルもダメだろ。ということで色違い
ールを消してしまったわけですが、なるほど、こうやって流れ変えるのか。違うけど流れ変わりました。ついに色違い5ビット出た。捕まえました。技構成ゴーストダイブアームハンマー地震爆裂パンチ、証ありませんでした。次はヤバチャの色違い粘り。ヤバチャはですね、パルデアでも出るのでベイクタウンでやっていきます。ヤバチャには2つの種類が存在するんだよな。あ、確か新作と旧作でしたっけ。新作と元作だろうが、両方とも色違いで出すんだろ。姿違いで粘るのは能力に差があるポケモンだけっていう方針じゃなかったでしたっけ。バッチャロー新作で戦ってる時と元作で戦ってる時で気持ちが変わってくるだろ。気持ちも能力だなあ。ほな、まあでもキャデスとかはやりましたし、アップデートで新作出すの簡単になったんですよね。そうだったな。ということでやります。出ました。おお、どれだ。あ、これか。元作っぽいわね。新作はそこの方にマークがあるからな。捕まえていきます。捕まえました。元作でした。技構成メガドレイン、不意打ち甘い香りギガドレイン、証ありませんでした。次は新作だな。大量発生が分かれてるんですよね。新作大量発生と元作大量発生。この大量発生はどっちだ。あ、新作だわ。なんだすぐじゃねえか。色違いも割とすぐ出ました。128月目。いや、新作色違い簡単になりましたね。昔はこんなんじゃなかったのに。昔も粘ってた感出すな。剣盾の頃新作色違いどころか色違いやバチャすら持ってなかったのに。ちゃんと新作って書いてありますね。技構成メガドレイン、不意打ち甘い香りギガドレイン、証ありませんでした。それぞれ進化させていきます。元作新作やバチャがポットデスに進化。今のでゴーストタイプが終わったので、ここからアクタイプやっていきます。アクタイプはまあいいか、ベトベターメグロコで。まあいいかからだな。粘るのはコーストエリアのここら辺です。テクニックリセットだな。まあいいかはアクエスパータイプなんですよね。そうだな。まあいいかってイカなのに水タイプじゃないのって驚いた皆さん安心してください。本当に安心してください。なんかねえのかよ。まあいいかといえばですね、カラマネロへの進化方法が特徴的ですよね。あ、スイッチを逆さまにしないといけないんだよな。まあいいかの視点としてはこんな感じですよね。別にやんなくていいから。まあいいかのために私らも逆さまになっときますか。求められてないって。ほらマリサも早く。わかったよ。それでは色粘りやっていきましょう。やっていくな。テクニックリセットで場所も動かなくていいし粘りやすいですね。色違いが出ない。線引き超えたか。最近あんまり沼ってなかったよな。いや、まだ沼ってはないし。危なかったー。どっからがアウトなんだ。1801匹目。2000いってませんから。技構成すり替え、イカ様ひっくり返すバカ力、証ありませんでした。進化させていきます。まあいいかがカラマネロに進化した。次はベトベターの色違い粘り。コーストエリアで適当に走ってみます。またもアローラのポケモンだ。アローラ地方の挨拶ってあるじゃないですか。あるな。あの地方名が挨拶になるの好きなんですよね。アローラ以外ではないよな。その地方ではその地方名で挨拶するっていうのを、アローラ以外でも私はやっていこうと思います。勝手にどうぞ。ブルーベリー、ここ一種地方だと思うんですけどね。ちょっとボーミュージシャンっぽくなっちゃってますけど。ダイヤモンドパールは新王地方だから新王になるな。いや、ダイパニックって意味なんだけど。ダイゴを使うな。ミラクル9で言ってたやつ。早速見つかりました。85匹目。色違い普通のベトベターっぽい色なんだ。捕まえました。技構成ダストシュート溶けるゲップを気味上げ。証ありませんでした。進化させていきます。アローラベトベターがアローラベトベトンに進化した。次はメグロコやっていきます。メグロコはパルデアでも出るので、パルデアのロースト砂漠でやっていきます。そして、ここからは前回いただいたコメントに回答しながらやっていこうと思います。25万人おめでとうございます。ありがとうございます。いや、まだ言ってないんだけど。今のチャンネル登録者数、あと1000人ほど。それでは25万人突破実況やっていきたいと思います。今やるの？それ普通は生配信でやるやつだよ。頑張って実況するのでチャンネル登録お願いします。頑張ってください。25万人って結構キリがいいと思うんだけど、金の盾と金の盾の間のやつとかないの？ねえよ。金の盾4分の1もらえるとかは？ねえだろ。おお、色違い来ましたよ。目黒子色違いだ。あれおかしいな。色違い出たのに登録者が増えも減りもしない。これ生放送じゃないからね。技構成怖いか、噛みつくイチャモン穴を掘る。証あります。正午の証でした。進化させていきます。目黒子がワルビルを経てワルビアルに進化した。次は毒タイプやっていきます。ハブネイクからだな。ハブネイクはコーストエリアでやっていきます。コメント、滅びの歌などは一旦戦闘から逃げると効果が消えるのでおすすめです。あ、色違いに滅びの歌された時ね。じゃあ大爆発された時も逃げればよかったのか。それ何にも起きないから。ちなみにメタモンは逃げると消えます。ニャンパス、ニャスパー色違いじゃねえか。ピンクのニャスパー、かわいい。かわいいな。私かよ。それは違う。捕まえました。時々見る証持ってました。なんだ。ハブネイクの色違いです。見つけたらすぐ言えよ。捕まえました。技構成噛み砕くゲップとグローマクヘドロ爆弾、証なしです。次は謎の草か。謎の草は進化先がラフレシアと綺麗花があるから2匹捕まえるんだよな。そうね、綺麗花草単タイプだし、この毒パートじゃなくて草のパートでやった方がしっくりきたな。ミスりました。場所はコーストエリアか。そうです。コメント、自爆技を持ちながら色違いの判別も難しい。何種類もいる。目から始まるポケモンの厳選待ってます。ちょっと待って、ちょっと待って、なんだそのポケモン。目から始まる、自爆技を持ってる、あのポケモンか。判別が難しい、あのポケモンだ。何種類もいる、あのポケモンだ。目から始まる、メブキジカだ。メテノだろ。どう考えてもメブキジカは自爆技持ってねえし。ステミタックルとかある。はぁ、種爆弾も覚える。自爆技じゃねえだろ。メテノ全種類も頑張ってください。からわれないと色判別できない。プラス爆発持ちなので。あぁ、メテノね、多分いけるでしょ。ほら、こんなに早く臭い花の色違い出せちゃうんだから。47匹目。なるほど、よだれは色違いにならないんですね。これよだれじゃなくて蜜らしいよ。よだれといえば、よだれで話広げんな。よだれといえば臭い花ですよね。戻るパターンあるんだ。技構成ムーンフォースグラスフィールド付きの光花びらの前、証はなし。もう一匹探します。コメント、ここのヨウムとマリサめっちゃ可愛いから好き。ありがとうございます。
ます。いや、うちのチャンネルにヨウムはいねえだろ。すぐ出たわ、色歩き面です。別名の方で通じる人はあんまいないのよ。図鑑に書いてあるやつ、捕まえました。技構成ムーンフォースグラスフィールド付きの光花びらの前、時々見る証。進化だな。歩き面です、奥先面ですに進化させて、すっぽい悪口に聞こえる。綺麗なんですに進化させます。こいつがカブポケの名付け担当じゃなくて本当によかった。あ、こっちも進化させないと、サイハナがラフレシアに進化です。次は、目のクラゲです。ゴーストエリアだな。コメント、一撃必殺縛りしたので効果なし縛りしましょう。効果なし縛り？あ、狙いの的を相手に押し付けてみたいな。本来効果のない技だけで倒していくみたいな。確かにダブルバトルの青の円盤ではやりやすいかも。いや、どうにもならない時あるよねこれ。あ、色違い来た。目のクラゲ色違いだな。ちょっと待って、レポートかけないんだけど。何をしてんだよ。なんか右のコントローラーが効かないわ。あ、さっきからコントローラーの充電通知来てたよな。あれだけ通知出てんのに充電しないお前ってほんと。可愛げがあるよね。お前のインサイドヘッドってどうなってんの？喜びのワンオペだけど。納得。コントローラー変えました。捕まえました。技構成毒好き波乗りヘドロウェーブハイドロポンプ。証はありませんでした。進化させていきます。目のクラゲが毒クラゲ進化。次はコンパンだな。サバンナエリアでやっていきます。コメント。てんてんてろりん。回復ありがとうございます。いつも見てます。お疲れ様です。ありがとうございます。またポケカ開封待ってます。本当お待たせしてすみません。色違いあるある復活してほしいです。色違いあるある。嬉しい。色違いストライクじゃねえか。皆さんのあるあるも教えてくださいね。証なし。今回のコメント回答はここまで。たくさんのコメントありがとうございます。また次回もやろうと思ってますのでコメントお待ちしております。え、なにこれ、卵なんで、何が生まれんの。よしゃー、なんで翡翠ハリー戦色違い。625匹目で色違い出ました。今コンパンの色粘り中じゃなかったので、ていうかなんで負荷で色違い出してんの。実は翡翠ハリー戦がハリーマンに進化するためには毒針千本を覚えていないといけなくて、毒針千本を覚えてる野生のハリー戦がいなかったんですよ。ああ、そうです。捕まえた状態からの技変更禁止とかいう天然記念物ルールを設定した奴がいまして、お前な、毒針千本を覚えた状態で負荷させるしかなかったんです。マジでなんなんだこのルール。なのでハリー戦の負荷粘りをしながら他のポケモンを野生粘りで進めてたんですよね。贅沢な色粘り。あ、コンパンも色違い出ました。捕まえました。技構成吸血思念の頭突き毒毒の牙サイコキネシス。証はなしでした。進化させていきます。コンパンがモルフォンへ進化。ハリー戦も進化。ハリー戦がハリーマンへ進化。それではストーリーの方も少し進めていきます。四天王と戦うんだよな。まずは四天王赤松のところからジムトレーナー的な人と戦っていきます。サンドイッチの具材を集めるために戦わないといけない。数少ないバトルの実況ですから丁寧に解説しながらやっていきますね。終わりました。解説の彼女もなかった。具材が集まったので激辛サンドイッチを作っていくわけですね。お前が作るサンドイッチ久しぶりだな。建造物みたいに言うのやめて。こっちの作るだから。さてやっていきますか。はい。私と言ったらサンドイッチ、サンドイッチと言ったら私みたいなところありますからね。確かにいろんなの作ってたよな。ちょっとハードル上げるのやめてよ。てめえだろ上げたのは。今回はパンをひっくり返すメンコサンドイッチやりませんからね。懐かしい。サンドイッチという縛りの中で。これ縛りなの。確実に勝利を重ねていくことが重要ですから。サンドイッチ作りに勝敗ねえだろ。この距離層の置き方なに。なんか起きねえかなと思って試してる。顔になった。こういうキャラクターいそうじゃん。そうそう、今回はキャラサンドイッチを作っていこうと思ってまして。へえ、そうなんだ。キャラクターの名前はなんて言うの。確かそう、サンドイッチマンです。その名はまずいね。すでにいらっしゃるから画面の向き変えときますね。結構ですけど画面の両サイドサンドイッチにすんな。我々は玉ねぎスライスを眉毛スライスと呼んでいて、眉毛スライスの響き嫌すぎる。寒吉の眉毛になった。両津寒吉のこと寒吉って呼ぶ派なんだ。玉ねぎスライス3つ目どうしよう。もう服笑いみたいになってる。サンドイッチ服笑い目隠し抜きで、サンドイッチを抜いて欲しかった。服笑いやめんこで遊べる。そう、ポケモン SV ならね。それ聞いて買おうってならないから。食べ物で遊んじゃダメだろ。こっちのセリフなんですけどね。ちひげにしてみました。ハラペーニョはどうすんの。まあ髪の毛ですかね。こんな限られた食材で顔作れるもんなんだ。皆さんも赤松に挑むときはぜひやってみてくださいね。上パンは不要ですから、高得点を狙うためには捨てることもお忘れなく。これはほんと乗せても具材が崩れるだけだからな。あ、ピック刺さなきゃいけないんだった。はい、その鋭いやつを顔に突き刺すっていうのか。え、どうしよう、パンの外に刺すことはできないから。あ、ミスった。お前一番やっちゃいけないところやっちゃってんじゃねえか。モザイクかなり上出来なんじゃないでしょうか。食べやすさは0点だけどな。さあ赤松さんはどう評価してくれるのでしょうか。トップバッターの点数は基準となりますからね。そういうシステムじゃないから。まさかの1?1点ってこと ?1 点ってこと。それでは赤松と戦っていきます。赤松の初手はファイアロートロトム。こちらはワルビアルトカラマネロ。今回ちょっとやろうとしてることがありまして。背景いつものにして、もうサンドイッチ終わったから。失礼しました。持ち物を持たせてきたんですよ。はい。こちらワルビアルは穴を掘る。穴を掘る?バカなの?相手どっちも地面技無効だよ。ワルビアルもどういう気持ちで地面に潜っていったの?カラマネロはすり替え。すり替え?ファイアロートの持ち物を交換します。ファイアローは狙いの的を手に入れた。あ、さっき言ってたやつ。これでファイアローに地面技が当たるようになるわけなんですね。早速やるじゃん。ファイアローギリギリ耐えてるけど。なんで?
通に負けました。変なことやってるから、リベンジです。捕まえた状態から技変更禁止が意外ときつくて、そりゃブルーベリー学園みんな強いから、気合の助けでイルフに耐えて、ガムシャラでロトムの HP を同じにします。そして波乗りでファイアローロトム突破、ワルビアル、相手ブーバーンと爆打、熱風を受けて、またワルビアル穴を掘る、潜ってる間に波乗りをします。いい感じにダブルバトルしてる。ドックラゲ戦闘不能、もうすり替えはしません。穴を掘るをブーバーンに、馬車もなし、あとはなんやかんやして勝ちました。最後雑かよ。もう一人だけ戦っておきましょうか。四天王二人目ネリネ、初手はダブトリオとヤームド。こちらは綺麗花とゴルーグです。ゴルーグは自身でいいかな。マリサどう思う？いいんじゃないか。どう思うってば。いいと思うけど。なんとか言ってよ。おい、それダブトリオだから金髪なだけで。相手自身、こっちも自身、ムーンフォースでダブトリオ突破。エンフェルト、ゴルーグ自身、ハッサム、ゴルーグ自身、ゴルーグ吹き飛ばされて、ゴビットが出てき、ゴビット、なんで進化前連れてきてんだよ。そりゃ色違い出すのに苦戦したゴビットですから、思い入れがあるわけですよ。ハッサムがゴビットへ来たわけ。ゴルーグ自身、ゴビット何もせずやられてんじゃねえか。ゴビットはゴルーグに進化した。何式ゴルーグ連れてきてんだ。こいつ自身のある自身のないゴルーグだ。ゴルーグとゴルーグ、門番感がすごい。ゴーストダイブ、ゴーストダイブ、門番が消えた。ゴーストダイブ、ゴーストダイブ、ランクルストッパー、ラストメタグロス、アームハンマー、冷凍パンチされてゴルーグ戦闘不能。まだゴルーグいますから、アームハンマー、あとはなんやかんやして勝ちました。はい、ということで今回の動画はここまで。次回も色違い旅の続きやっていきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。